どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはですね、昭和のフォーク、代表曲、こちらをお届けしたいと思います。ドン、22歳の別れ。こちらの曲は風というフォークデュオが最初に歌って、まあかぐや姫もうこちらでも有名ですけども、とにかく切ないフォークがもう詰まっております。これはですね、この曲はですね、なかなかこうすごい曲ですよ。もう本当このエネルギーに満ち溢れた曲、ウクレレ一本で再現してみましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやります。後半はですね、かっこいいバージョン、これかっこいいバージョンのリズムがですね、あのリズムですよ。跳ねてるアルペジオ、これはちょっとね、なかなか奥が深い弾き方でございまして、この辺のこともちょっと触れていきます。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね、聴くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけどもう無理無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというレッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラムめちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここに貼ります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい、これから音楽聴くからやるに変えていきましょう。それではやっていきたいと思います。22歳の別れ、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。 1,2,3 はい。
22歳の別れ、ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。なんとも言えないあのフォーク、日本のフォークっていう感じのイメージがもうそのままこう投影されてるような、寂しくて悲しげだけど未来がちょっと見えるようなあの時代感まさに70年代ですもんね、やっぱりね。ほんとこのエネルギーはなかなかね、あの当時ならではのものだと思います。これ思いっきり歌っていきましょうね。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。本来はですね、今の2番までやった後もう一回ちょっと盛り上がりの3番というかラストのところがつくんですけど、これ繰り返しになるので、ひとまずガズレレアレンジとしてはショートカットをウクレレ練習用として2番までで終わっておりますが、ちょっと慣れてきたらコードを書き出して最後のバースもね、あの歌詞を書き加えていただいたらすぐできると思います。ひとまずはガズレレバージョンで練習して、慣れてきたらフルコーラスにもぜひチャレンジしてみてください。ガズレレの動画にはねコードと歌詞出てますから、練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としては、動画内のガズさんと一緒に合わせて演奏できるようになったらもう1個目のゴール達成だと思いますよ。これはですね、結構あのシンプルな曲でゆっくりやったら結構あの歌いやすいし、大丈夫なんじゃないかなと思います。この歌が好きな人はもうまず歌えると思います。まずそこまでやってみてください。で、一緒にできるようになったよという方はおめでとうございます。じゃあ次のステップどんどん行きましょう。次のステップって一体何かというと、今度は皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。はい。でも最初からね、歌詞とコード全部丸暗記するのはやっぱり大変ですから、最初のじゃあ楽譜的なものを見てだんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃってですね、大空に向かってこう歌ってみる、こんなのがいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうってことだと思うんですが、安心してください。今の演奏はですね、ガズの頃ノートに書いた、ものを、見ながら今演奏していきました。はい、こんな感じですね。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた22歳の別れを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なガズのノート楽譜のストックリストがあります。この中から毎月5曲、皆さんがこの曲、憧れの曲やりたいな、このかっこいい曲私もできるかなって選んでいただいて、すぐさまお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしていただけると。この楽譜、ガズレレ YouTube の動画と完全リンクしてますからね、すぐに練習に入っていきますよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとか見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。22歳の別れ、風かぐや姫。いいですね、これがね、切ないあの感じ、あれはもうたまらない世界観ですね。はい。見ていきましょう。これイントロなんですけど、印象的ですよね、これね。これかける2なんで、これ2回繰り返しますよ。で、ここ、感想っていうか、前奏なんですけど、これ感想とかエンディングでもこのフレーズが登場するんで、これあとリピートがありますと覚えておいてください。で、こうやって歌がね、大まかにはこう、これで1番。で、ここに感想と言って、今のイントロが挟まって、2番やって終わったよというのがね、2番のエンディングで、さっきのイントロのやつをやって終わったというシンプル構造なんです。本来だとここにね、もう一回ちょっとこのバースが来るんですけど、はい、今のがこのガズレレバージョンでございます。で、ちょっとこのノート見てもらうとわかるんですけど、ここにこういう風に、くるっと囲って、下の段にこうコードが書いてあるのとか、これはね、かっこいいバージョンではこんな感じでやります。あと、ここに、タッター伸ばすとかで、これ決めですね。かっこいいバージョンではこういう決めていきます。簡単バージョンは
ただ伸ばしただけですけどね。はい、じゃあこんな感じで今ね、カメラに大きく映しとくんで、まず最初の4行ぐらい。これ、一時停止して皆さん、ノートとかに書き出して練習開始してください。それとですね、今紹介させてもらったガズクラブ。このガズクラブでこのね、ガズのノートのデータをダウンロードしてもらうのめちゃめちゃ有効でございます。ガズのノートの特徴はこれ見て、あの上に点があるでしょ。なの上に点がある。ここに V がある。こういう、ここにもあるね。これはね、タイミングなんですよ。あなたに、うん、さよならと言えるのは、はい、この点がリズムになってます。あとはこの歌詞カードには出てない伸ばすところ。こんなのがすごくね、ガズレレノートの特徴です。これね、めちゃ有効ですんで、ガズクラブ入っていただいて、このノート楽譜を落とすのも、バッチリだと思いますが、お時間ある方は書いていってください。はい、今ここいいね。1番の4行目ぐらいまで。イントロから。出家。そしたら1番の後半、こんな感じです。一時停止でね。はい。はい、そしたら2番。2番の4行目ぐらいまで、5行目ぐらいまでかな。はい。コード進行一緒ですよね。で、かっこいいバージョンでここでね、リズムが変わっていくんですよ。三段活用になります。これかっこいいバージョンをリズムで展開していくのがかっこいいですからね。今のシンプル簡単バージョンは4つ引きでゆっくりやりましたということになっております。ここにもほら、リズムが変わるとこ書いてあります。はい。ここルンルンビート。ここは8ビートにちゃって書いてある。だんだんリズムが展開していきますけど、ちょっとここ、場所がなくなっちゃってね、かなり狭苦しい感じになっちゃいましたけど、やってるので、ここまで来たら、さっきの感想イントロエンディング。はい。これをやって終わります。ここにもね、さっきも言ったけど感想入りますからね、1番が終わった後に。はい。これがガズレレオリジナルアレンジです。今日はちょっとそういうわけでコード書く場所全然なくなっちゃったんですけど、なんとコードはですね、これは6個ですね、今日出てくるのは。言っていきます。C と Am と F と Dm、G7、E7。これめちゃくちゃ入門コードですけど、これ安心。コードは、これはね、今日安心ですよ。ガズレレではもう毎度おなじみの入門コードのグループ、これでございます。ガズレレ必須コードのメンバーなんで、お安心を。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいくらいで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループでございます。10個もあるのと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも超簡単。なんだけど10個いっぺんにドンと覚えようと思うと、何が何だか分かんなくなっちゃうんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、ぜひここの動画を見て、コード10個覚えちゃってください。今日はそのうちの6個ですから、まあ、遅から早から10個覚えるのをおすすめいたします。はい。ではここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、やっぱりね、いつもこのタイミングでお伝えしてるんですけど、歌ですね。この曲もちろんね、すごく聞き込んでる方はね、もうバッチリ歌えるでしょうけど、いま一度よく聞いてみると、リズムが跳ねてる言葉が出てきたりとか、なかなか深いんですよね。あなたにさよならって言えるのは、こう、習ってとか、ちょっとこう、ポンポンと跳ねてる感じとか、こういうところも見逃さないようにですね、再現していくと、なかなかこう、リズム感がね、楽しいかなというふうに思います。で、この曲はですね、後半のこれからかっこいいバージョンで解説しますけど、跳ねてるリズムがシャッフルのリズムなんですよ。そうすると、今やったシンプル簡単バージョン4つ弾きなんで、そんなイメージはなかったんですけど、ものすごいこれ歌にもね、跳ねてる感じが、出せないとちょっとこれね、表現力としてちょっと弱くなっちゃうんで、歌も跳ねる。これも覚えておきましょう。じゃあそんなことを踏まえながらかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは出てくるコードは全く同じ。だけどワンブロックコードが4つになったりとかして、ちょっと変化があるところもありますね。そこはご注目ください。じゃあ問題のこう弾き方ですけど、今日の弾き方はね、ちょっと難しいですよ。今も言ったけど、シャッフルのリズムなんです。これが特徴。しかも、めちゃくちゃ、結構、跳ねですね。シャッフルのリズムっていうのは、跳ねてるリズムってどういうリズムかっていうと、普通のリズムは、ワン、ツー、スリー、フォー、イチ、ニー、サン、ヨンに対して、シャッフルの跳ねてるリズムっていうのは、タッ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 、こんな感じ、タッ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 、跳ねてるんですよ。で、これを、用いたリズムなんですけど、今日はその跳ねてるリズムの中で、この弾き方です。ドン、アルペジオと、ルンルンビートと8ビートのチャ、この3段活用で、いきたいと思います。今映ってるこのリズムの解説、ここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にそれぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてまして、めちゃくちゃ詳しく解説してますね。まずはちょっとわかんないなとしたらそこを見てください。今もさっとちょっと解説はしますけど、まずメインのリズムになるのが、シャッフルの中でやる跳ねたアルペジオ。これがです。難しいですよ。ちょっとやってみましょう。イントロ。イントロからちょっと流れでちょっとね、レクチャーしていこうと思います。まず跳ねたアルペジオでイントロいきます。ワン、ツー、フォー。
跳ねてるでしょ。これちなみに普通のアルペジオでやってみるとこうですかね。これが普通のリズム。跳ねるとこれ難しいリズムです。ちょっと C を押さえて一緒に練習してみます。あ、 A マイナーにしようか。この曲っぽくね。ワン、ツー、スリー、フォー。1432、1432、1432、1432。今言ってる数字は弦の数字ですからね。最初14同時に押さえて、次3弦、2弦、1弦で伸ばして3弦、2弦です。1432、1432、1432、1432。この感じです。すごくこう跳ねてるのがわかります。この曲は最初から最後までこのシャッフルの感じをちょっとキープしていきたいですね。で、これイントロから始まって、1番は全部この弾き方でいきます。そうすると A メロやってみると、あなたに強なって言えるのは今日だけ。はい、今の分かった。CCCE7。ここはね、ワンブロックコード4つで最後1回だけ E7 弾きたいんですけど、ここは、トントンタタンみたいな感じでいいと思うんです。ちょっと早いんで、ガズはですね、今テンドンデンデンデンみたいな感じでやったんですけど、もちろんテンドンデ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 ン、こんな感じでアルペジオの延長でもいいですし、ここちょっとかっこいいバージョンならではの CCCE7、 ここを入れていきましょう。で、これを弾きながら歌も要は跳ねてるわけですよね。あなたにさよならって言えるのは下に、はい、このね、跳ねてる感じで なだらかにこうやるのはね、かなりこれ修行が必要だと思います。これは簡単にその聞こえますけどです。このふんわりした感じで、この、跳ねたリズム、シャッフルの中でのアルペジオ、キープするのがなかなか難しいでございます。で、ちょっとね、これはね、やってみてください。で、そのままずっと言って、言えなくなってしまう、そんな気がしてんところで決めが入ります。言えなくなってしまう、そんな、ここです。たった気がして。今のたったっていうのは、できればカッティングで、左手で、こうやって止めてですね。はい、これをカッティングって言います。ちょっと難しかったら、右手で、でもいいですけどね。とにかく、たったってできるとすごくいいです。で、本当のね、この風さんとか、かぐや姫さん、ここでハーモニクスといって、みたいな、とか使ってるんですけど、ちょっとウクレレであるとですね、なかなか難しいなということで、タンタンとアレンジしておりますが、はい、これをちょっと決めていただいて、気がしてってこういうふうに入っていくと。この辺が唯一のこう決めかなという感じですね。で、これ、1番は、跳ねたリズムのアルペジオでずっといきます。で、2番からですね、間奏まで、1番が終わった間奏までは、跳ねたシャッフルのアルペジオでいって、で、2番からはですね、リズムが変わるんですよ。2番の前半後半でまた変わります。2番の前半は、ルンルンビートというリズムでございます。ルンルンビートというのは一応ここでもおさらいしますけど、じゃあ A マイナーを押さえて、ルンルタンプルン。これもともとルンルンビートというのはシャッフルの跳ねたリズムの、リズムの中での弾き方なんで、これアクセントだけです。見てて。トントタンプ、トントタンプ、トントタンプ。トントタンと、この図見てください。ドゥンドゥダンと、ドゥンドゥダンと。はい。こんな感じですね。音量調整だけでこうグルーブを出す。でも、シャッフルのリズムですからね。タタタタタタではなくて、タッタ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 。で、これをやると、私の誕生日に22本の、こんな感じなんですね。で、その次、ろうそくを立てるんだと、ドゥンドゥダン。最後、さっきの ECCCE7 でも、こんな感じになると思います。はい。で、これでいって、で、気をつけたの昨日のことのようにで、一番最後のバースですね。今はただ5年の月日がっていうところからは、今度また、3段活用の一番最後で盛り上がるところの、8ビートのチャというリズムになっていきます。これもただの8ビートのチャじゃないですよ。跳ねてるリズム、シャッフルの中での8ビートのチャなんで、ちょっとそこやってみると、せーのー、さん、はい。ここもしっかり跳ねていくんですよ。で、これやって、また
イントロに出てきた感想部分でも出てきたあのフレーズに戻るんですけど、そこでも最後のエンディングとして8ビートを打っちゃって、こんな感じでやっていこうと思います。このリズムの三段活用でも最初から最後まで一貫しているのはもうバッチリ跳ねてるシャッフルのリズムの中でこれがリズムが変わっていくっていうのは、今日キーポイントなんで、まあ、リズムキープがちょっと今日これ難しいと思いますね。あとやっぱ歌のタイミングもですね、なかなかやっぱりいざ歌ってみるとリズムにちょっとね神経を集中してると歌がねあれどこだっけってタイミングを外しちゃったりすることがちょっとガズも多かったんで、これやっぱバランスを取りながらね演奏していきたいなというふうに思います。まあ基本的にはシンプルなんですけど、やっぱ跳ねてるっていうのはね、この最初から最後まではこういう跳ね方で弾き方が変わるっていうのはなかなかちょっとあんまりないと思うんで、いいね練習題材ともなると思います。あとやっぱり歌の世界観ですよね。22歳の歌詞も確かにあなたにもさよならって言えるのは今日だけだ、でもお別れしちゃったらもうさよならという言葉がかけられないなとか、いろいろなかなかさそういう情景が浮かぶなって、そういうやっぱ感情部分もしっかりこうね音楽の中にもう落とし込んで、感情豊かに演奏していきましょう。さあそれではやっていきます。22歳の別れガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはねいずれこのリズムちょっといいでしょ、マスターしたいでしょ、このリズムはなんかフォークのねちょっとこの物悲しい感じの曲によく似合うんですよね。なんでぜひフォークが好きな方とかこのリズムはですね、ちょっとものにしていくのがいい方というふうに思います。はい、感情を込めて歌っていきましょう。で皆さんこれ最近このお伝えしていることなんですけど、ガズがねたくさん出版している本のですね一番新しい本の予約が開始になりました。リットミュージック社から7月13日に発売なんですけど、現在大好評予約受け付けております。今現在予約の段階で皆さん本当ありがとうございます。Amazon の、第1位ベストセラーを獲得しております。今回も100曲入りエリスグリムの100曲機となっておりますので、ぜひチェックをお願いします。ご予約ぜひともよろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか？皆さんスマホとかタブレットにガズレレの
アプリがあるんですよ。ガズレシピ。はい。これに新しい曲が40曲、追加されました。これもぜひちょっと確認してみてください。どんな曲が追加されたかは皆さん、まずね、皆さんのスマホに、ダウンロードして落としてください。インストール自体はアプリ無料ですので、はい。どんな曲が追加されたでしょうか、40曲分。ガズレシピの楽譜は、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョンが表記されてますので、ぜひおすすめですよ。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛り、ガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。